これだね。こんなに難しいかな。わかんないけどやってみようか。2番目に難しい感じなのかな。ほうきなしで。スタミナが上がってるので大丈夫でしょう。これですんなりここには来れる。はい、スタミナの方にね、途中6からスタミナの方ばっかり振ってる。あ、でも、あ、マーク出てきたね。うん、大丈夫だ。それそれそれ、よーし、来たぞー。初めて来たランナーの隠れ家。さあ、こっからあそこに行くの。ここに行くにはこっからビョンチ。一番乗りやすそうなの。どうすんだろうね。まずここ、あ、ここ登ってから、ここ行くしょ？ここが、これはやっぱり登るためにあるんだとは思うしょ？あっちにだって行けないよね。そこに飛ぶのか。おー、飛べるんだ。飛べるんだ。どうですか？こっからは？こっからそっちに飛ぶのかい？で、ワイヤーでこっちに行く感じか。よーし、やってやろう。これは初期のスキルでもできんのかな？次々行かないと、やばいかな？そうでもないような気するんだけど。お、なるほど、なるほど。たまにね、こういう角で休憩できるときあるよね。よーし。ここは、飛び降りなくても、大丈夫だね。この柱でビョーンって。吹っ飛んでったりはしない。まだある。わざわざ。これ。ここにさ、もし失敗しちゃったら、したら、もう、ほら、届かないよ。届かない。行ける？あっちまで。ああ、届いた。それ。
とね。いくら職人でも。そうね。この高さは厳しい。これも、あ、そこだ。ここだ！ダメだ！スタミナが切れる。切れたー！スタミナ切れたー！死んでしまったー！そう、れで。乗れてる。早く次進まないと、またスタミナが切れる。あー、スタミナがー、よいしょ、頑張れ。あー、ギリギリ。1、2、3、4、スタミナあってもギリギリだったからさ、こうショップでさ、持久力ブースター、ほら、こういうのを使ってやったらどうですかね。もしスキル、スタミナレベルが10ない人はやってみたらどうですか。一番最初に動画にした電波塔より優しかったね。